はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、今日も実写で撮ってるんだけど、実写はね、あれかな、あのアテナのフィギュア、アテナのフィギュアを紹介したっきり上げてなかったんだけど、ちょっとさ、なんか実写動画ちょっと、まあ、再生回数は終わってるけど、あのちょっと出そうと思ってね、定期的に、まあ、月1でもしかしたら月1で出すかもしんない実写動画出そうと思ってるんだ。どう？なんか評判良かったら、評判悪くも、まあ、良かっても悪かっても出すんだけど、多分俺が楽しいから出すんだけど、まあ、だからなんか、まあ、月1でその実写動画とかフリーゲーム、あのパソコンのゲームとかね、出そうと思ってるんだけど、自分がやりてんだよ。あの本当にやりたくてしゃあなくて、あのちょっとだから月1で出そうと思ってるわ。そういう実写動画とかフリーゲーム系、パソコンのゲーム系出そうと思ってるんで、まあよろしくって感じかな。で、今日はさ、今日これペン持ってきたな。ペンを持ってきたんですけど、今日さ、めちゃくちゃ絵描きたくて、本当にめっちゃ絵ね、イラスト絵を描きたくて、ちょっと今日さ、紙ね、この紙をさ持ってきたんだけど、これでさ、あれ描こうと思って、白蓮光フェス弦の、あの新百式にいる白蓮光、最終ボスで待ち構えてる、あのこうやってやってるあの白蓮光ね、あれを描こうと思って。で、まあ特に理由はねえな、なんか描く理由としては、なんか、まあ、最新のキャラだし、まあ、ドラゴンだしね。ドラゴンってさ、描くのかっこよく描く、なんかさ、ドラゴン描くのってさ、結構あれじゃない、なんか楽しくないなんかかっこいいよね。なんか男心を、少年心をくすぐるというか、って感じで、ちょっとさ、書いていこうぜ。で、まあ、途中経過見せようかな。途中経過とかを、ちょっと見せつつ、チラチラ見せつつ、ちょっとやっていこう。で、書いていこう。ちょっと顔映らないように。顔映っちゃったらもう見割れしちゃうからね。顔映らないようにして、で、まあ、一応ね、書こうか。書いてる途中の、あ、すげえ、これ、あれ、見たい。漫画家みたい。富樫先生みたい。ちょっとやっていこうか。で、事前にインプットしてきた。事前に、白蓮光の、その、イラスト、インプットしてきた。で、ちょっと一回見たらやっていこうか。で、まず、顔から描こう。顔から。顔は、なんか角があって、あ、待って。ちっちゃい。ちっちゃい、めちゃくちゃ。角があって、これ、あれかな？途中経過というかさ、なんか書いてるところ見せた方がいいね、これ。ちょっと、片手でこう撮影できるか分からんけど、まあいっか。で、これでこうして、で、角があるね、角。角があるんだけど、あとなんか、尖ってたな気がすんな、口が尖ってた気がする。待って。終わった。まあいいや。ちょ、待って、ペッシュみたいな。ブリーチのペッシュみたいなんだけど。ちょっと待ってよ。で、これで、なんか、牙があるよね。牙があって、角はね、やっぱ角はでかかった気がすんな。で、目がわかんねえな。目がどんなだったかわかんねえわ。で、体描こう。体は、マジででかい。めちゃくちゃでかい。もう本当に、163メーターぐらいあると思ってるし。って感じで、ちょっと、で、あ、前足あるね、前足。前足が、なんかすごいでかいというか、爪がね。余談なんですけど、俺さ、あの、小学生の時に、これ、小学生の時にさ、あの、絵のコンテストがあったんだけど、そこで、なんと俺ね、その絵のコンテストで佳作撮ってるんだね。佳作撮ってて、ちょっと、それもちょっとさ、やってこう。ちょっと、トークがまとまらんかったわ。これで、やべ、待って。逆連光って尻尾あるよね。尻尾があって、うわぁ、ちょっとダメだ。わかんねえわ、これ。ちょっとまずいかもしんねえ。これで、爪が何本あるかわかんない。5本にしようか。5本あった方がなんか便利だもんね。で、これで、やばいかも。
目がわからないんだよな、目が。目が全然わかんなくて、なんだろうね、目って。なんだろうね、目って。哲学やけど。あの、目ってな、どう書けばいいんだろうね、目って。難しいな、目。あ、やばい。終わった。普通に終わったわ。待って。目って何これ、もうわかんねえよ。助けてみんな、これ。ちょっと待って。2345 1,2,3,4,5 今指書いてるわ、指の本数書いてるわ。あ、でもいい感じ、なんかめちゃくちゃいい感じでさ、白蓮光ってさ模様あるよね、模様。今ちょっとこんな感じで、ね、こんな感じで、ね、ちょっとまあいいか、ちょっとこれでさ、白蓮光ってなんか模様あるよな、模様というかさ、なんか気持ち悪い模様あるよな。やべえ、待って、みんな。切り株みたいだった。年輪みたいになっちゃった。で、まあ、こういう感じであると。うん、こんな感じか。一応できたんだけど、化け物ができた。とんでもねえ化け物ができました。ちょっと、あ、もうちょっと書き足そうかな。なんか、何族マサイ族かな、違うか、なんだろうこれ。なんか気持ち悪い絵ができちゃった。こんな感じで、ちょっと、OK。これで、ちょっとわかんねえな。インプットしてきたんだけど、白蓮光ちょっとわからんわ。雑。よし、次できました。できた。いくよ。ドゥルル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 。キモい。マジでキモい。いや、マジか。ちょっと、絵の、ちょっと俺、あれだね。絵の才能というか、絵が本当に好きなんだよ、描くの。描くのは好き。まあ、上手いか下手かどうかは別として、描くのすげえ好きだから、またやろうかな。ちょっと、わかんねえけど。じゃあね。